あ、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。ハロー、オラ、こんにちは。パーカッションの高文です。今回は菊谷ミュージックさんの試奏会にお招きいただきまして、UFIP のパーカッションをいろいろと叩いて撮影してまいりましたので、この動画でシェアしていきます。UFIP といえばイタリアのメーカーで、シンバルのメーカーとしてね、ご存知の方多いんじゃないかと思うんですけれども、実は本国イタリアではシンバル以外にもですね、パイプオルガンのパイプだったり、このような金属系のパーカッション、エフェクト系のパーカッションを多く出しているメーカーで、とにかく響きが豊かで、音が唯一無二の楽器たちでございますので、楽しんで聴いていただければと思います。それでは行ってみましょう。まずこちらは、オゴロロという楽器です。シンバルでできた板というかね、ドラのような感じなんですけど、とても響きが豊かです。続いてチンバウという楽器です。クラッシャー系っていうかね、このようにシンバルにでっかいシズルみたいなのがついていたり、タンバリンのジングルみたいなのがついていることで面白いサウンドが得られます。いわゆるハンドクラップみたいな、まあ、こういう感じですよね。組み合わせるとね、めちゃくちゃ面白いリズムだったりグルーヴを出すことができます。はい、こちらはスネアプレートというアイテム。いわゆるシンバルをメタルクラッシャー風に重ねたやつなんですけど、音がいいよね、とにかく。はい。で、サイズによって音程感がちょっと違います。ここで調整ができる。あ、そうですね。なんで、キレのある音が欲しい人は、ネジを強く締めて、そこをもうちょっと閉じて、使うこともできれば、もっとガシャンという長い音が欲しい人は、緩めて、そこをもっと開いて使うことができます。続いてツリーチャイムです。これもね、めっちゃくちゃ響くんですよ。音もかなりユニークだしね。非常に存在感のあるツリーチャイムと言っていいと思います。こちらはアイスベルってやつですね。はい、もう大聖堂とか寺院にいるような気持ちになれるかなと思います。はい、アイスベルちっちゃいのもあります。さにして使うこともできますね。という感じ。サスペンドシンバル。むっちゃ音いい。そしてよく響くね。はい、こちらブルマベル。さっきのオゴロロの小さいバージョンみたいな感じですけども、めちゃくちゃこれもう瞑想系のパーカッションです。はい、ベルツリー系いろいろあります。比べてみてください。
ああ、もう全部欲しいわ、これ。はい、全部並べたいですね、これね。こちらはブラスチューブというアイテムです。これめちゃくちゃ面白い音がするね。まあ、カウベルみたいに使ってもいいし、アイディア次第いろいろな使い方ができると思います。はい、サイズもいろいろありまして、今のが小さいやつで、これが大きいやつ。はい。全く想像を超えるサウンドでした。で、結構これ音でかいです。現代音楽とかに使えそうね。続きまして、これはでかい。それはスネアクラングですね。スネアクラング。でこれ普通に叩いても鳴らないんで、あのリムショット。あ、こういうこと。そうです。一緒にこのダメント鳴らすってこと。そうです。一緒に。ハイハットクラングです。ハイハットクラング。はい、というわけで UFIP のアイテムいろいろと聞いていただきましたが、いかがでしたでしょうか。感想などね、コメントに書いていただけると嬉しいです。実際のこの楽器の生音と録音した音ではまたちょっとね、違った音になってるかなと思うんですけれども、実際に現場で聞いた時の印象としてはね、もうパッと聞きで、あ、いい音だなっていう印象でした。はい、とにかく響きが豊かで、まあ、多分ね、他のパーカッションメーカーと比べても、圧倒的にこの響き、サスティンっていうのはこの UFIP が優れているのではないかなと感じました。アコースティック音楽ではね、間違いなく大活躍するでしょうし、まあ、それ以外の音楽ジャンルでも面白い使い方をいろいろ考えることができると思います。気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、それではまた次の動画で会いましょう。高文でした。バイバイ。